こんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、福袋第4弾やっていきたいと思います。福袋もね、開けて4つ目ですね。いやー、たくさん買っちゃった。なぜ今回こんなたくさん買ったかっていうのをちょっとね、言い訳したいんだけど、まあ普通に福袋ってお得だし、可愛いものがたくさん入ってるから、運試し感覚で買うっていうのがね、一つの醍醐味かと思うんですけれども、今年はですね、運がよくたくさんね、なんかいっぱいカートに入れることができたので、買っちゃったっていう感じでございます。まあね、私も嬉しいし、みんなもね、楽しめるかなと思って買ったっていうことで、よろしくお願いします。ということで第4弾、こちらでございます。じゃじゃーん、ナイスクラップの福袋を開けていきたいと思います。いやー、私大好きなんですよ、ナイスクラップ。可愛いね、お洋服がたくさんあるので、すごい楽しみにしてました。ということで、私がね、買ったこちらのナイスクラップの福袋なんですけれども、種類が3種類あって、ブラックチェック、サックスチェック、ブラウンチェック、3つのカラーのこのバッグがあるんだけど、その色によって中身が分かれてるらしいです。で、私は、今回黒が届きました。届きましたっていうか、本当は、自分でね、この色を選んで、黒だったら黒、サックスだったらサックス、ブラウンだったらブラウンって選んで、カートに入れて注文すると思うんだけど、私は何が届くか分かりませんでした。なんでかっていうと、私 ZOZO タウンで今回買ったんだけど、そのね、私のこのね、携帯がその時めちゃめちゃ電波悪くって、画像が読み込めないし、やっとサイトまで飛べたっていう感じで、画像が読み込めず、どれかわからないから適当にポチって押してカートに入れて注文したっていう感じで、だから何が届くかわかんなかったんですけども、まあ黒が届いたよっていう感じです。お値段がですね、税込み1万1000円でございます。毎年即完売してしまう大人気な福袋、ナイスクラップの魅力をギュッと詰め込んだ福袋も今年も登場。福袋のためにお作りした新作のみが入ったスペシャルバッグだそうです。だからナイスクラップで売ってる洋服は入っておらず、福袋用に作られたお洋服っていう感じですね。入ってるものがアウター、ニット、スカート、マスク、豆熊チャーム限定バッグの6点セットなんだけど、6点中もうバッグと豆熊チャームはもう見えてるので、合計4つが入ってるってことですね、お洋服とマスクが。全身コーディネートで着ていただけるラインナップになっております。だそうです。あ、アウターは3種類とも共通のものが入ってるということで、ニットとスカートとマスクがその袋によって違うっていう感じですね。ということで開けていきたいと思います。で、まず1つ目ね、普通のこれ豆熊チャーム、触り心地めちゃめちゃよくって、すごいかわいいちっ濃いチャームがついております。これボールチェーンのやつで、次2つ目、バッグですね。こちらのバッグに関しては去年と全く違って、去年は福袋用のなんか薄いなんかチャックのついてる福袋だけを入れる用のバッグだったんですけども、今回は普段使いできるようなギンガムチェックのバッグになっております。さあ、ということで中身開けていきましょう。まあでもちょっと見えてるよね、アウターかな、これね、モコモコなのでいきます。じゃじゃーん。これ入ってていいんですか？待って待って、これ入ってるのはやばいって。ボアのアウターでーす。一緒ではないけど似てるようなやつがナイスクラップで発売されてましたね。普通に売ってるのが、これと同じ形なんだけど、こっちがリバーシブルになってて、まあ通常価格1万円ってなるとさ、まあリバーシブルだから、まあちょっと安くなったとしても 7,800円はするような気がする。しかもめっちゃモコモコ。去年さ、ナイスで出たボアのさ、なんかアウター今年もめっちゃ着てる。めっちゃあったかい、かわいくない？なんか雪国ちゃん、こんな感じ。結構ね、首のところ高さがあるんで、マフラーしなくてもいけるっていう感じです。まあ折ってもいいし、ここ全部閉じてもいいよっていう感じ。これめっちゃあったかい、すっごいモコモコしてる。てかさ、前も言ったけどさ、福袋にアウターが入ってるのが本当に神的な感じなのよね。福袋にアウターはお得でしかない。はい、ということで3点目でした。次4点目、あとはスカートとニットとマスクだね。じゃじゃーん、ナイスのマスク欲しかったんだよ。でもすっごい人気だから売り切れてて、予約制だってなったんだからけど、これでーす。ピンクベージュのマスクでーす。この人気なマスクが入ってるっていうのめちゃめちゃ嬉しい。しかも結構ね、生地がしっかりしてる。すごい、めっちゃ肌なじみいいんだけど、すごいいい。ありがとう、これ嬉しい。いや、これマスクが入ってるのはなんか今年ならではのって感じがしますね。まあだって去年だったら絶対入ってこないし、こんなにね可愛らしいマスクが出るっていうことはなかったと思うので、まあ2021年らしい福袋の内容かなっていう感じです。じゃあ次、1、2、3、4、5点目か。あとニットとスカート、はい、こっちいきます。せーの、じゃじゃーん。じゃじゃーん、ベージュのプリーツスカートです。超かわいいんだけど、こんな感じでね、上の方はプリーツがぎっしりって感じなんですけども、裾の方に行くにかけてプリーツが取れてってふんわりしてる感じになってます。プリーツなんだけどマーメイドっぽいスカートの形になってます。ベージュのさスカートマジで使えるよね。こういうなんか T シャツ、あ、見てこれこれ、こじこじのやつ、GU でね1月1日から発売してて、ネットで即ポチったやつ。可愛いよね。こういうねロンティーでも合うし、ニットでも合うし、パーカーでも合うし、こういうねプリーツスカートはね本当にね持ってて損はしない。でしかも裏地もしっかりしてるから透けることもないし、あったかいと思います。こんなにプリーツがしっかりしてて生地がたくさん使われてるので、ナイスでこれ普通に買ったら 4、5千円しそうな感じがしますね。ということで次6点目、ラストのニットです。どんなニットが入ってんだろう。今まで開けてきた中でニットは厚めのニットだったから薄めのニットが欲しい。ということでラストこちら、じゃじゃん。あ、やばい、かわいい。やっぱりねかわいいな。じゃじゃーん、パフスリーブのニットでーす。ただのパフスリーブではなく、見てください、後ろリボンがついてんの。オーガンジーのリボンが大きくドーンってついて、やばい、これはめっちゃ可愛い。超女の子って感じ。でもさ、ベージュとベージュでしょ、合うかな。すっごいめっちゃベージュ合うよね。ワントーンコーデっていうのが流行ってる時代ですもんね。しかもね、私ねすごく嬉しい、スクエア型、首元が四角になってるので、首の短い私でも胸元が空いてるので綺麗に着れるかなって思います。ということで、すべて開封し終わりました。やばい。もう、なんだろう、この福袋動画撮るときって大体やばいしか言ってない気がする。いやね、どれもすっごい可愛い。全体的にベージュ目ですね、私が当たった福袋は。まあ、最近さ、こういう、ワントーンコーデだったり、ベージュ系が流行ってるので、トレンドに沿った福袋なのかなっていう感じですね。ということで、早速着ていきたいと思います。はい、ということで、着てみました。めっちゃ可愛いです。はい、まずトップスですね。こんな感じ。この黄金比やばいよね。鎖骨も見えつつ、そんなに胸元が開かず、この黄金比のスクエア型。これはすごい可愛い。で、このね、パフスリーブのところもすっごく華奢な感じに見せてくれるし、なんて言ってもね、肌触りがすごくいいです。袖はこんな感じになってます。で、後ろなんだけど、可愛くない？おっきいリボンがドーンってついてる感じです。トップスめっちゃ可愛い。かわいい。で、スカートです。じゃじゃーん。こんな感じです。長さはこんな感じ。150センチで、くるぶし上5センチぐらいって感じですね。すごいなんかお上品なスカートって感じ。たくさんね、生地が使われてるんで、結構あったかいです。で、ちょっとコーディネート的に、全部ね、ベージュになっちゃって、メリハリがないなって思ったんで、これもね、ナイスクラップのベルトなんだけど、つけてみました。すごい女の子って感じがします。これにアウター着たら最強でしょ。かわいい。まあ、着てるやつがどうであれ、すごいかわいいコーディネート。肩を落としてこうやって着てもいいし、がっつり締めてもかわいいと思う。こうやって着てもかわいい。なんか、コルセット。私やっぱ首短いんだろうね。全部鼻下まで埋まっちゃうの。やっぱ首短いんですね。まあ、私が着るとなったらこうやって襟をね、折って着るかなっていう感じですね。いや、ナイスクラップの福袋は本当に毎年かわいいです。絶対的におすすめできる福袋です。はい、ということで以上、ナイスクラップ福袋2021でございました。買って損はしないと思う、ナイスクラップは。やっぱり毎年人気だけあって、すっごい可愛いものが入ってるし、まあ、去年は店頭で販売してたものが入ってたような気がするんだけど、今年は福袋のために作られたお洋服が入ってるので、ナイスクラップが好きな人だったら絶対的にね、可愛いなって思える、好きだなって思えるお洋服が入ってると思います。今年はね、やっぱりすぐ売り切れちゃったということで、またね、来年も発売すると思うので、ぜひね来年の参考にしてみてください。ということで以上、今日の動画でした。次でラストの福袋開封になると思います。次はね2ブランドねいっぺんに開けたいと思ってて、1つは届いてるんだけどもう1つがねまだ届いてないので、そのもう1つが届き次第動画を撮りたいと思いますので楽しみにしててください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。